ちょさあ、ということで、えー、今日はですね、まあ、楽天、安楽選手問題というところで、まあ、コメント欄、SNS も含めて、さぞざいコメントしないのか、っていうところも。 ありましたけどもですね。まあ、基本的には記者会見があるまで待っとこうっていうね、えー、ところと、まあ、憶測で喋るにはちょっと問題が大きすぎるっていうところで、まあ、結局、憶測だけで喋ると、その後、いろんなところで、えついつまが荒わなくなってきたりとか、わからないことでの、えー、妄想の話が多くなるんで、まあなかなか難しかったっていうところもあるんで、まあなかなかね、衝撃的な問題っていう中では、えー、まあちゃんとしたことを、えー、知って、 で今回も記者会見も約1時間ぐらいありましたけども、全部最初から最後までちゃんと見させていただいて、まあその中での状況、分かったこと、分からないことっていうのを踏まえてですね、まあ佐々木内の個人的な見解を述べたいと思いますけども、ここからはですね、えーまあ、結構聞きたくない話もあると思うし、もし聞いたらムカついたり腹ついたり、 立ったり何言ってんだっていうこともあると思うんで何かしらの気分を害する可能性があるんで。もう 気分を害する可能性がありますという方は、もう今すぐ停止ボタンを押してですね、え、この後の佐々木のね、見解をですね、もう聞くのをやめてください。もうお勧めしません。え、再生回数がもう回っても回らなくてもどっちでもいいです。とりあえずは、佐々木自身のコメントを、まあ、あの、どういう感じなのかっていうところを、ま、言うことを、ま、残すっていうところを、大前提にありますので、気分を害する可能性が私はありますっていう方は、もうお勧めしませんので、もうこの場で、停止ボタンを押して、 えー、もう見るドを言い換えてください。それを、これからね、この動画を見続ける方は、それを承知の上で、覚悟の上で見るという決断を自ら、えー、下してください。強制はしませんので、ということでね、えー、スタートしていきましょう里崎チャンネル まあ、まずは記者会見の形で言うと、まあ、森社長と、えー、球団の、えー、顧問弁護士の方、まあ、二人でね、えー、記者会見になりますけども、まあ、大きく分かって、まあ、そのね、一時間の、まあ、記者からのね、質問とかね、っていうところもありましたけども、まあ、していくと、ま,あ、まず一つ、まあ、安楽選手が報道にあるように、え行ってきたパワハラなどの事例は、ほぼ、 事実だったと。えー、ゾドマリンスタジアム、ロッカーで逆立ちをさして、えー、下ズボンね、えー、パンツもずらして、えー、そこで、えー、陰部に向けて、そのソックスをかぶせるなどね、もしくは、えー、アホとかバカとかね、えー、そういう暴言、えー、そして、えー、罰金っていうところは、 おおむね報道させて、えー、されているのは事実だと。あと、あの、平手打ちっていうところは、双方の見解が異なると。押しただけっていう見解もあるし、そこは確認が、えー、双方の見解が異なるとで、えー、事実としては、まだ認定できないっていうね、えー。ところで、で、アンケートをね、えー、関係者から取って、137人のうち、えー、10人が直接被害を受けたと。そして40人の人が見たり聞いたりしたっていうところで、あの、アンケートを取ったっていうところもあるけど、これね、まあ、俺の個人的な見解としたら、見たり聞いたり、見る 聞くののとと聞くのって結構違うと思う思んだよねね正直ねだから聞いただけっていうのと見てるっていうのは結構違うからここは分けてもよかったんじゃないのかなとそのもう見たことあるなのか噂で聞いただけなのかっていうねあのジャニーズ問題じゃないけどもそれ見ただけと噂で聞いただけって結構大きく違うからねそういったところでは見たり聞いたりは分けてあの人数発表でもよかったんじゃないのかなっていうところで若干ここら辺がニュアンスが弱くなってんなっていうところはあるけどもそれがなっていうところはあるけどもそれがお胸じ だというところで結局安楽選手はね自由契約っていう形で、えー、なったっていうねところが要約するところ事件のね内部の真相っていう。であとはその安楽選手以外で加担している選手はいなかった。 ね、であと記者からの質問でこれどれぐらいの期間でえどれぐらいの年月とかえ、他の選手とかあったんですかっていう質問に対してはこのアンケートがこの安楽選手からの受けた事例はありますかっていうところのイエスはノーとかねこういうのがあったっていうところのアンケートだったんでこれが。 まあ、いつから行われたのか、えー、どれぐらいの長さ年月を行われたのか、それ昔からなのか、今だけなのか、安楽選手だけなのか、そういった質問の聞き方をしてないから、わかんないっていうね、えところがありましたけども、まあ、 まあ、楽天球団としては、個人的には、この安楽選手の自由契約っていうところを、もう見そぎとして、まあ、このね、えー、問題を終わらせたいっていうね、えー、ところはあるんじゃないのかなっていうね。だあと、あのー、森社長の、あの、記者会見っていうところでは、まあ、正直誠実に向き合って、えー、しっかり丁寧に、お答えってらっしゃったなっていうところもあるんで、正直良かったかなとは思うんですけども、まあ、この森社長が、あの、男子プロバスケットリーグ、B リーグの 仙台の会長から8月1日付で就任したばっかりっていうところで、 正直、その、わかんないことが多すぎると思うんだよね。だって8月1日に就任してから、9、10、11、まあ、12だから、8月、9月、10月、11、4ヶ月だからね。4ヶ月っていう中で、そこまで、どこまでコミュニケーションを図れてるかっていうところも、まあ、正直中にいる、いないんでわからないけども、このね、4ヶ月の中で問題起きて、それを収束するっていうか、それ調べるって言っても、そのアンケートとか聞いたことが大前提になって、それまで何が起きてたかって、それは分 分かんないよねだからそう考えるとやっぱこの長年ずっとその場の、まあ、実質上のトップでいた石井さんは監督でもあって GM でもあって。 今後シニアディレクターとしてチームも残るっていうことも考えたら、石井さんも同席してもよかったんじゃないのかなっていうところは、長年いたからね、正直この問題としては分かりやすかったなっていうところもあるし、記者の方が質問したとしても、やっぱアンケートの項目以上のものは分からないし、で、森井社長もやっぱ来たばっかりっていうところもあるから、そんなね、 去年のこととかキャンプのこととかも分からないからそこら辺は石井さんもいてもよかったんじゃないのかなと個人的には思いますけどね。そしてそのね、まあ記者会見の中で言われてたのが何かのパワハラ的もしくは何かこうね、問題が起きた時にそれをあの、訴える場所が、えー、なかった、もしくはあったとしても訴えられるような関係性がなかったのが問題だったかなっていうところをね、社長の方は言ってましたけど ここでね、大きな一つの疑問があるのは、経験上ね、経験上、佐々木がプロ野球選手としての経験上で言えば、もし何かあった時に、一番最初の窓口っていうか頼りになる存在は、コーチなんじゃないのかなっていうね、コーチに、いや、こういうのあるんですけどやめさせてくださいよとかね、こういうのどうなんですかとか、こういうの言われるんですよっていう、その信頼関係があれば、まずコーチにそういうのを相談して、じゃコーチが監督に行くのか、 コーチが球団に行くのかっていうところの多分純度立てをすると思うんだよね。だから何か問題があったり何か嫌なことがあったらまず多分コーチにね相談すると俺は順番的に言ったらそうなんちゃうかって思うんだけども仮にもしその選手がコーチに相談できてないってなったら選手とコーチの信頼関係はなかったんじゃないのかなっていうようなまあ想像がつくんだけどね。 普通コーチに言ってこういうもの、こういうのやめさせてくださいよとか、こういうのばっかり言われるんですよとかってなったら、そ、そこの信頼関係あれば、まずコーチに相談したりするんだけども、その選手とコーチのそういうふうな関係性上、そういうもし、その、訴えっていうのがないんであれば、選手とコーチの関係性って薄かったんじゃないのかなっていうところはね、そこはどうなんやろうって、個人的にはね、正直思います。普通だったらコーチに言うけどな、一番身近にいるし。 もしくはマネージャーだったり、ここら辺に言わへんのかな、そこら辺の信頼関係なかったのかなっていうところはね、ちょっと疑問に思うっていうところと、まあ森社長がね、あの会見の中でも言ってましたけども、その年配の選手だったり、そのね、選手たちはなぜそれを注意できなかったのかとか、なぜ止めれなかったのかっていうところをできなかったことを非常に 反省していると。だから、憶測とか、SNS で憶測とかで、その選手とかを批判するのはやめてもらいたいと。えー、球団が悪かったと。だから、批判は球団にしてくださいって言ったね。この選手を守ろうっていうね、姿勢は、その、聞いてて、こう、社長として、えー、立派だなと思うし、なんとかしてね、そのチームを守っていこうっていうところの、えー、前面に立った、えー、コメントっていうのは、素晴らしいなって思うけども、まあ、ここでね、 あのもう一つこの問題ね正直ねみんなが思ってるより簡単な中は仕組みなのよ、まあ、それを言う前にまずここがね、えー、今日田中マー君があのコメントを出してたんだけどもねその X をね、えー、更新して、えー、この度皆様にご心配をおかけして申し訳ございませんと、えー、ハラスメントは許されることではないですと、えー、球団のみならず自分もチームの年長者としてもっと後輩たちの様子に気を配り気軽に相談され問題があれば率先して注意すべき であっったたととと認識が甘かったと反省していますとえ今回の問題については各選手と球団がしっかり話をしていると聞いていますが自分としてはもう一度チーム一丸となってベラントレースを戦っていくことのできるようまたファンの皆様に安心して応援していただけるようできる限り力を尽くしていく覚悟ですっていうところをね X で、えー、投稿してるんだけどもここのね一文が一番大事なの認識が甘かった こここですこれは何を意味するかっていうと、まあこれはもう部活文化でずっと来てるから、ね、野球部からプロでも来てるから、そのね、あの野球界の常識は世間の非常識っていうね、えー、ところもあるけども、多分ここが一番の問題だと思うんだけども、いじりといじめの差はどこなのかっていうところが根本であるのと同時に、まあ今回もね、その報道によると、そうね、逆立ちして、 そう、ズボンずらしてっていうところをね、一緒に見てて笑ってた選手もいるとかね、なんか SNS で上がってたけど、写真撮るときに後ろからね、足で蹴ったりとか、あとはね、頭こついたりとかして笑ってる、それを誰も止めないっていうのがあるっていうところで、今回、そのね、あの、まあ、何人の選手が、若手がね、その、訴えたかわからないけども、訴えて初めて、あ、ダメだったんだっていうね、いう認識なのよ、基本的には。だから、これが、 まあその球団としてもともとね安楽だって1年目からそんな周りの選手してたわけじゃないと思うの高校の時は分かんないけどもねマークも結構ね代表とか若い時行った時にいじられたりしてたと思うよなんとかとかねあだ名で呼ばれながらだからそういうのがあの別にあの昔だから良かったとかえ今になったから悪かったとかまあそういう問題じゃなくてね多分そういうのが当たり前の 多分環境ね。だからひょっとしたら安楽もそういうふうにやられてたかもしんないし、マー君もやられてたかもしんないし、ね。他の選手もやられてたかもしんないし、それをいじりとして受け止めて、上下関係の、あの、その基本的な、その上下関係っていうところの部活文化の中で、当たり前の環境下で、当たり前のことのように、それが特段大きなハラスメント。 パワハラなんて誰も認識もなく来てたと思うの。で、それはね、世間の皆様からしたらそんなの当たり前にダメだよっていうかもわかん、ね。それは言うのはごもっともなんだけども、それがもう当たり前に来てるからね。だからその、宝塚の問題だったりとか、イランの問題ね、今、昨今いろいろあるけども。 それが当たり前に来てるから、みんなそれが不思議とダメやと思わないんだよね。で、何か起きた時に初めてダメだったんだっていう認識するわけ。だからこの認識が甘かったっていうよりも、それをみんな笑ってた人がいるっていうのは、それが当たり前だったから、そういうのが普通だったから、それを悪いとも認識してないし、パワハラとも誰も思ってないし、それを今回そういうね、下の人間が訴えたことによって、 あ、ダメだったんだ。あれダメだったんだ。えいじりだったけど、そんなつもりなかったけど、ダメだったんだっていうね。ところが、多分浮き彫りに出たのが、今回の多分問題だと思うんだよ。だから世間から見たら、それはもう当たり前よ。なんで止めなかったんだ。一緒に笑ってたら、そんなもうあの加害者と一緒だよ。いじめを見てるのをそれ一緒に笑ってて、けしかけてて、横で見てたらそんなの加害者と一緒だよ。ごもっともなんだよ。 こうごもっともなんだけども、あの別に正当化するつもりはないけども、中が当たり前の世界だったっていうところが、なんで周り止めれなかったんやっていう人いるけども、止めるような環境下じゃないっていうね。ところがこの問題が大きくなって、でも今後多分二度と起こんないと思う。こういうのは。今回のこの安楽選手の自由契約、これはね、もう仕方ないと思う。この あの決断というのは、ね、このままチームに残り続けるってことはもう多分なんだ本人もやりづらいだろうし若手もやりづらい組織としてもそのまま許されるわけにいかないっていうところでこの自由契約っていうのはこれは最もなね判断だと思うしこれは仕方ないと思うけども安楽一人をトカゲの尻尾切りじゃないけど切るだけのその問題の軽いものじゃないよねでも今後多分二度と起こらないと思うこれやっぱこの安楽の自由契約って見た時にこれがこんな処罰になってくるんだっていうところを 今回初めて自覚した人もいると思う。これがダメなんだっていうところをね。だからこれをしっかり見つめて12球団でまた新たなモデルとしてその世界のね。 普通の社会の常識とともに捉えていくことが、まあ野球界のね、その文化っていうか、明るいところにもつながっていくから、まあこれを機にね、まあ怒ったことは仕方ないんでね、まあ正していかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところもあるし、こういうね、いじりといじめの違いっていうのは難しいところもね、あるかもわかんないけど、そういうのもダメなんだよとね、今までそうだったからで続けるのもね、えー、ダメなんだよと今までは許されたかもしれないけど、許されないんですよっていうね、えー、っていうところは、今回ね、多、え、く、ー、の他の12球団の選手たちもね、球団の人たちも分かった。 っていうところででははねねまままあそのここっってしまったことは仕方ないんで、ねまあ、これを機にねもっとしっかりねあの受け止めて新しいね環境っていうのを作っていってもらいたいなというところは思いますだからまあその中でねまあいろんな報道を聞いててちょっとやりすぎてるなっていうね あの、やりすぎたなっていう面はあると思うよね。その逆立ちさせてとかっていうのはね。まあ明らかにやりすぎたし、あと罰金も5万。そこどうなんやろうっていうね。5万っていう。でもそれもね、なんかいろんな情報を聞くと、まあその集めたものを農会とかね、そのオフのゴルフコンペとか、その宿泊っていうところに、 当てるっていうねところの資金にするっていう情報もそのメディアでは出てたけどももうそれが事実なんだったらそれを集めることに対して多くの選手たちが多分同意そのもし上のね 多分安楽一人が全部決めて全部やってたわけじゃないと思うんだけどそれをそういうのに集めてそれに当てようっていうところは周りも含めて同意してると思うんだよねで若手ばっかりが多分取られたわけじゃなくて多分上の選手も同じようなことをした時に多分取られてると思うのそれが5万っていうのはちょっと大きすぎるなっていうねえところもあるからまあそこら辺がどうなのかなっていうねところはあるよね全部安楽が決めたのかなでこっから多分いろんなことがメディアを通して昔のこととかいろんなことが多分安楽の対して 出てくるかも分かんないけどもう安楽はサンドバッグ状態になるから全部ボコボコに叩かれるから、まあ、それも反論も余地もないからどこまで正しくてどこまで正しくないっていうのは正直俺も分かんないけども全部安楽1人だけなんの問題なのかなっていうところあるんでそこら辺はもうちょっと精査して <laughs> 球団としてはねまあここも多分調べて俺が言わなくても調べていくだろうけどもそういったところの調査。 っていいいうのはつけけななきゃいけないし、まあ、ひょっとしたら、まあ、最近ねいろんなところでもあるけども第三者委員会みたいなね全くチームと関係ない組織を作って。 そののの中で、まあ、調べるるっっっってててていいううも場合にによっては必要になってくるのかなくかねだからあとは暴言だったりねそのちょくみたいなね形のちょっと度が過ぎちゃったかなっていうところは、まあ、やりすぎかなっていうところもあるんで、ね、でもまあその森社長も言ってましたけども、まあ、未来のね、えー、この安楽選手のを全否定するわけでもないっていうところも言ってたんでさすがに2024年からユニオーム着て NPB でね やるっていうのはなかなか難しいかもわかんないけどもまぁ、あ、過去のねいろんな、えー、は事例プロ野球界のっていうのを見てもまあ <coughs> 何か起きても大きいことが起きてもまたセカンドチャンスとしてユニフォームを着て n p b で頑張ったっていう人たちもまあ昔もいるしねまあでもまあ昔と今じゃねちょっとあの 状況、認識っていうのが全部全く違うからね。まあ昔のことを正当化することもないし、でも時代時代によって何が正しくて何が悪かったかっていうのは、それはもうその時代によっての <coughs> 判断になるから、振り返ってね、それを処罰するっていうことはできないけどもね。そういったところでは、まあ心ね、万楽選手の、まあ、今後ね、行動っていうところが、まあ世間がね、えー、許してくれるのか、もしくは企業をね、えー、許してくれるのか、誰かがサポートしてくれるのかっていうところは大きくね、変わってくると。 思うんでね。まあ、まだ27歳なんでね。もちろんね、その、自分が行った行為っていうのは反省しなきゃいけないし、それをもってね、何かこう、償うことっていうところはね、しなきゃいけないんで。まあ、でもそれをね、しっかり行った、行ってね、どこりの人生をね、全部否定してね、無にするっていうところはね、違うと思うんで、まあ、そこら辺はね、球団独自じゃなくて、NPB がね、 判断して、処罰、何年間、あのー、NPB からは出場停止ですみたいなね、そういう、だって犯罪でもよ、薬とか麻薬でも、えー、裁判を受けて、懲役確定して、執行猶予がついて、その執行猶予の刑を全うしたらよ、そしたら罪を償ったとして、あの、またそこからのセカンドチャンスをね、 スポーツ選手だっても、タレントだっても、歌手の人だってもね、いろんな方でもね、そこからまた応援してくれて、活力の場を広げていってる人たちもいるわけだから、そういったところは、何かの判定ね、これふわっとしてるから分かりづらいから、何かの判定を下して、その期間しっかりこういうことをしていきましょうとかね、こう、事前事童活動していきましょうとかってね、いうところ、ボランティアしていきましょうっていうところをね、しっかりしてそれをクリアしたつきには、それがね、しっかり期限が切れたら、またセカンドチャンスといけるっていうような仕組みが、俺はあってもいいんじゃないのかなっていうところはね、これは別に 安楽度問題じゃなくて今後ね何が起きたとしてもそういう判定がいいんじゃないのかなと思いますけど皆さんどう思いますかまあだからねまあこういう、あのー、こと言うとねあの何固まってんだっていうようなね言われ方するかも分かんないけどもこれはまあ俺の率直な意見としてね行ったことは大前提悪いよ。 それはもう若手に迷惑かけてね。今度一緒の、それはユニフォーム着てプレイできないよ。そのチ,チームぐちゃぐちゃになるよ。でも安楽一人の問題だったかっていうところはね、もうちょっとチームとして精査する人もあるし、何かしらの改善点もしていかなきゃいけない。でもしていくと思うし。 ね、今後多分同じようなことは二度と起きないと思う。ね、自分が戦力、首になっちゃうっていうところのね、抑止力が働くからね、行ったことももっともあるし、それに対して反省もしなきゃいけない、それに対して処罰も受けなきゃいけない、この自由契約っていう判断は最もだし、正しかったと思う。でもそれと次のは別問題だからね、そこら辺はまた何かのね、ところを、まあ、俺は NPB として何かを決めてね、だってバウアーだって MLB が多分2年間の出場を停止にしたんだよね。それをもって所属チームが戦力外にね、契約を解除した。 っていうところもあるから逆に言うと2年間の出場停止で2年間出場を停止処分が終わったらその後は契約してくれるかどうかは別としてね所属していいっていうね出場していいっていう形になるわけだからそういったところなんか大枠は NPB があの前の清田の時の問題もそうだったしまあいろんなところの問題が起きた時に NPB がその選手に対してこの NPB としてね 何年間の出場停止ですよとか何とかですよっていうところはね、あってもよかったと、昔あったからね、いろんな事件の中で、ね、何ヶ月間の出場停止ですよっていうところはあったからね、そういったところは NPB が先頭に立ってやったほうが、まあ分かりやすいっていうところもあるし、リスタートも切りやすいっていうところもあるんで、まあ、このね、ことが起きた時にね、リスタートの話をするのはね、どうかなって思うけど、まあ俺はね、当事者じゃないし、楽天球団の関係者でもないから、まあ、客観的に見た部外者としての個人的な意見だけどもね、ま,あ、まずはしっかりね、行ったことを反省してやっていい。 いくことが大前提だから、まあ、今後のねその姿勢っていうのは見守っていきたいなって思うし、まあ、この一番の問題点の大前提としてはそのいじりっていうところがそんな大問題なんだっていうところの認識が全くなかったっていうチームとして。これはまあ 俺らもそうだったかもわかんない。俺は現役の時にね、佐々木どうだったんだよって言われた時に、いや、俺らもそうだったかもしれない。それが誰もパワハラやと思ってやってないと思う。それは会社でもそうだと思う。パワハラだと思って認識してやってる人いないと思うんだよ。だからそこの認識が球界として楽天の球団として甘かったって言われたら多分そこなんだよね。だから、 その認識が甘かったっていうコメントが出てくるのは、そんなことかって言ったら申し訳ないけども、それがそんな大問題だとは思わなかったし、そんな風に思って、ね、やったりしてなかったと。それが部活文化として年功序列の体制で当たり前だと思ってたっていうね、この意識が多分、これ、これが多分ね、一番なのよ。これが本当の意味で一番この、こういう問題が起きたところの大前提だと思う。こんな問題になると思ってなかったと思う。 当たり前だと思ってた。なぜなら自分もやられてたかもしんないし、そういうことがずっと続いてたっていうところが、多分この問題で、で、若手が訴えて、そんなことになると思ってませんでしたと、認識甘かったですと、当たり前のような感じで見てました。これがね、多分真相なんちゃうかなって、俺はね、思うけど、まあでもね、その佐々木どうだったんやって言われた時に、まあ俺もね、まあそんな、そういうことがあったのかもしんないっていうね、まあ昔のことになるけどもね、っていうのもあるんで、そういったところはね、事件をもとに、まあ他の選手も含めて、ね、改めて、ね、しっかりやっていかなきゃいけない。 はなきゃいけないいっていうところもあるし、まあ今後もね、二度とは起きないと思うけどもね、えー、そういったところが、まあサズザキの感想になって、まあコメントになりますけども、まあ皆さんもね、コメント欄で皆さんのね、意見をぜひお寄せしてください。というところで、えー、今回の安楽選手の問題について、ね、パワハラ問題について、サズザキの見解を述べさせていただきました。それでは